僕は、毎日暇だな。何か起こらないかな。例えばサーバルちゃんと。おはようございます。誰がバナナじゃ。何さ、ひどい朝からぶん殴るなんて。今昼だからな、朝じゃないからな。ところでどうしたんだ、業務が来るなんて。まあまあ、それは前のオーナーリ乗車シリーズで、その日から聞いているので大丈夫です。何それ、すっごい、君は物好きなフレンズなんだ。何忘れてるんですか。今すブートの日とマリサの大回り乗車の最終回見てきて、どうぞ。あ、はい、見てきたぞ。あ、まさか。それでは新シリーズの始まりです。さあ、行こう行こう。ねえねえ、まだ準備できてないんですが。じゃあ、地図と回復薬と食用と砥石、または弾薬と必要であれば肉焼きセットを持って行ってください。いや、それ違うゲームや。来ましたよ。どうやってサバンナから来たんですかね。それはサーバルちゃんに聞いてください。めんどくさ。大丈夫ですよ。何が大丈夫なんですか。それでは行きましょう。めちゃくちゃ混んでますね。ほらやっぱり朝ですから混んでるんですよ。だから昼だって言うとるやんけ。ついに始まるのか。まあ今回は昼から始まったから楽なんだがな。何かあったんですか。実はな、初日から朝早く起こされたのぜ。う、なんだよオープヌシ、こんな時間に私を起こすなど100年早いわ。マリサ君、やっと新シリーズだよ。そうなのか。で、何のシリーズだ。ウプヌシとマリサの大回り乗車ですよ。今頃視聴者がネーミングセンスとかで騒いでるんじゃないか。確かに早いですね。ほんとだよ。次は山手線に乗りますよ。なあ、なんでさっきの京浜東北線はカットしたんだ。かなり混んでたのでカットしました。あ、この後の山手線も混んでたのでカットです。なんか今回めちゃくちゃ混んでるな。朝だからですよ。だから昼だって。大崎に着きました。次は何に乗るんだ。湘南新宿ラインに乗って武蔵小杉に行きます。湘南新宿ライン。あ、うっ、頭が。次は湘南新宿ラインです。次の列車は何分かな。なんで2時間後なんだよ。さあさあ、行きますよ。大丈夫ですよ。今回は2時間も待ちません。いや、なんで聞こえてるんだよ。来ました。今回は快速か。やったぜ。快速は西尾に止まりませんからね。駅を通過するって気持ちいいよな。確かにそうですよね。私はこの区間が大好きなのぜ。この区間は飛ばしますしね。でも毎回新幹線に抜かされるんだよな。運が良ければ新幹線を抜かす時もあるらしいですよ。え、マジか。本当に稀なんですけどね。いつか新幹線を抜くシーンを見てみたいのぜ。マリサが新幹線より速いスピードで高地に乗って移送すればいいのでは。電車止まるぞ。武蔵小杉に着きました。ここからは長い連絡路を通って南部線に乗ります。すごく長かったのぜ。京葉線よります。わかる。次は川崎に向かいます。ゴールはもう少しです。また混んでたのでカットです。夜行駅と知って駅ですごく乗ってきたな。いや、画面をぼかすとはいえ何も見えないんですが、それはすいません、許してください。何でもしますから。最後は JK に乗ります。 JK の発音に悪意しかないんだが。あとは大森駅で終了です。またカットなのか。当たり前だよな。あ、はい、大森駅に着きました。次に向こう園をもらいました。ここは毎回テンポ早いのな。以上で大回り乗車は終了です。いかがでしたか。1時間ほどで終わるから初心者におすすめなルートだったのぜ。この大回り乗車ルートはこの中の駅の沿線の視聴者参加できます。割とどうでもいい。それではまた次回。さよなら。